ヨハン・ベルリンハルト・フィッシャーフォンエルラフハは、オーストリアの建築家、彫刻家。ヨハン・ベルリンハルト・フィッシャーフォンエルラフハは、ハプスブルク帝国のグラーツで誕生した。母、アンナ・マリアは建具屋の娘で、父のヨハン・バプティスト・エルラフハは、グラーツの複数の建物や城の内装の彫刻装飾を手掛けていた彫刻家であった。エルラフハは、 シュタヤーマルク地方の職人文化が息づく中で育つ。父の工房で彫刻技工の特訓を受ける。やがてさらなる修行を受けさせるため父の勧めでイタリアに留学した。1671年、エルラッハはイタリアのローマで彫刻家、ジャンロレンツオ・ベルニーニに弟子入りしてイタリアのバロック様式の彫刻や建築を学ぶ。約16年のイタリア修行を終えて、 オーストリアに帰国後、エルラッハは、ハプスブルク宮廷建築家に選出された。エルラッハは、初期に、ウィーンの中心部にあるグラベンで、生産民一体柱の彫刻を手掛けて、完成度の高さを称賛された。エルラッハは、ヨーゼフ一世、カール六世に仕え、ウィーン、ザルツブルク、グラアーツを中心に、多くの宮殿、城、教会の彫刻や、 建築事業を手掛けた。特に王立図書館、カールス教会、シェーンブルン宮殿、聖ヨハネ救護院教会、コレーニエン教会、シュバルツンベルク宮殿、ウルスリーヌ修道会教会、サイ一体教会は、名高い。古今の建築物を研究し、フランスのシャトーやイタリアのバロック様式に古代、ローマ建築さらに、オーストリアの伝統建築を融合させた。 1721年に建築書、エントワフ・アイナー・ヒストリション・アーキテクチャーを刊行した。数々の功績を認められて1696年に、貴族の爵位を与えられた。エル・ラッハは、ウィーンで死去した。息子のヨーゼフ・エマニュエル・フィッシャーフォン・エル・ラッハも、建築家になり、父の意志を継ぎ未完成だった。建築物を完成させた。ありがとうございます。